皆さんこんにちは。フィリピンダボー情報チャンネルの町田です。本日は車の中からお届けしています。今出勤前なんですけども、朝、駐車場に行ったらタイヤ、後方の右側のタイヤがパンクをしていまして、朝からちょっと憂鬱な気分だったんですが、ちょうどうちの近くにですね、修理屋さんがあるのでそこに立ち寄っています。もう実はこれすでに修理終わった後に、撮影してるんですけども、これから、修理の途中の様子ですね、ちょっと撮影したので、それをお届けしたいと思います。タイヤがパンクして今修理をしています。ここが修理屋さんで、ダボーには結構たくさんタイヤの修理屋さんがありまして、こんな釘が刺さっていました。一人で全部やってるんですね。もうダバオに来て8年目になりますが、これでタイヤをこのように修理したのは多分、5回以上ありますね。いつもだいたい釘が刺さってます、タイヤに。パンクした時はこの水の中にタイヤを入れて、穴からでどこに穴ができて空気が漏れているかをチェックします。もうすでにこれは修理終わってるんで穴がないはずなんですけども、こうやって、寝作業でどこで空気が漏れているかをチェックします。修理が終わったのでもう空気の漏れはないですね。はい、こんな感じでやってくれます。はい、こんな感じで修理が終了しました。だいたい30分ぐらいですねでやってくれました。そして、修理の値段は釘を引き抜いてそこを電動のヤスリで平らにして、その上に、シールを貼るという作業だったんですけども、シールの値段が2つ選べて300ペソだから600円ぐらいと350ペソ700円ちょっとぐらいで選べって言われたんで、まあ念のため高い方を選んで、やりました。で、最終的に修理終わって、まあそれし、シールだけのお金なのかなと思って、全部でいくらって聞いたら350ペソ、700円ちょっとだよっていうので、シールの値段と作業料合わせて30分程度のですね、修理代、人件費合わせて700円ちょっとでやってくれました。本当にですね、私ダバオに来て8年目で、車乗ってからまあ、6年目ぐらいですかね。ですけども、もう毎年のようにパンクしてますね。で、大体の原因が、釘を踏んでるという、今日も釘というか鉄の細い釘のようなものをやっぱ踏んでまして、本当によく落ちてるなという感じですね。まあ私はたまたま運が悪いのかもしれないですけど、ただ修理屋さんがですね、本当にもう数十メートルおきに下手したらあるんじゃないかってぐらい多いので、まあパンクしてる車も多いんじゃないかなとも思います。目印はだいたいタイヤが積んであって、ボルカナイズっていうのが書いてあるのが修理屋さんなんですけれども。だから以前ある日本人の方がですね、ダバオにいらっしゃって、こんなに修理屋さん多いんだったら、この、修理屋っていうのが釘でも撒いてるんじゃないかっていうことを冗談でおっしゃってたんですが、あながち冗談でも ないんじゃないかなってその時は思っちゃうぐらいですね、本当に、よく釘を踏んで、修理をしています。はい、そういう今日はまあ、ちょっとネガティブな面ですけども、まあもしフィリピン、そしてまあダバオにいらっしゃって、乗っている車がですね、パンクしちゃっても、まあそこら中に修理屋さんがあるんで大丈夫ですよっていうことをお伝えしたいと思い動画を作りました。はい、私の動画ではこのようにフィリピンや、私が住んでるダバオ地域の情報についてお伝えしています。今日はちょっといつもとは違った内容でしたけども、今後もいろいろな方面から、フィリピンダバオの情報を発信していきたいと思いますので、チャンネル登録、ぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。